皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、客室乗務員の体験ということで、皆さんが一番よく知ってるこういった機内サービスをやっていきたいと思います。必ずお客様に渡すときは手前から私よりここ使っちゃうから、お客様に必ず先聞いてるじゃん。何ですか？お肉ですって言ったら、何ですかって言って、お魚です、かしこまりましたって言って取ってからお客様にお渡しをします。で、次お肉にありがとうございます。実際客室乗務員はサービス要員っていう今皆さんがやってた職業と、あともう一つ保安要員っていう人の命を守るという、そういったお仕事もあるんですね。次回はそういった体験も皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、また興味がありましたら遊びに来ていただければと思います。